作官学院修習期限定講座パッケージの授業講師の作官です。今回紹介するのは2011年にインデックスが任天堂 3DS 向けに発売したデビルサバイバーオーバークロックです。はい、で、まあこんな感じですね。で、まあ上を見て全部見て裏面がこんな感じです。で、まあ、パッケージ前面から説明していくと、任天堂 3DS のフォーマットで、まあ、セロ B、12歳以上対象になってます。で、アトラスロゴ。この時代はね、アトラスはインデックスの中の、まあ、1ブランドみたいな位置づけだったので、下に発売元株式会社インデックスというね、細かくここに表記があります。で、デビルサバイバーオーバークロックの、まあ、ロゴがあって、その下にカタカナ表記でデビルサバイバーオーバークロックっていうね、カタカナが出てますね。で、まあ、マップじゃないや、この絵に関しては白地の背景に対してなんか一人ね、ちょっと目が光ってる男の子がこっち向かって歩いてるのに対して、マントがこうまんまこう広く赤い空間を作ってて、そこに多分登場人物と思われる人たちがいっぱいいるような、ちょっと不気味なデザインになっています。で、裏面、まあこの目がね、片目が光ってる男の子がここにもいますけど、でもここ左目が光ってるのに対してこっち右目が光ってるのかな、何でしょう、意味あるのかな。で、まあいろいろ説明文があって、まあ、画面写真が5点ほどあります。で、読んでいくと、生き残ったはずだったドラマチックシミュレーション RPG、 まあ SRPG って書いてあるんですけど、ドラマチック SRPG の金字塔が大幅な進化を遂げて任天堂 3DS に登場、極限突破、あるはずのない8日目、あるはずのない8日目、7日を生き延び結末を迎えた前作、本作では展開によって運命の8日目を迎えることが可能で、やり込み要素が満載、特定の条件を達成することでさまざまな周回特典が得られる、サバイバーズアワードや隠しボスとのバトルも楽しめる。でもう一個が、新システムでより遊びやすく、バトルの難易度設定や悪魔の登録閲覧が可能な悪魔全書の追加などより遊びやすくリニューアルってことで、まあなんかいろいろ説明見てて思うのが、前作と書いてあったりリニューアルとか書いてあって、まあ基本的には DS 版のリニューアルなんだけど、どういう位置づけかなんかはっきりしないなっていうのが気になった今作でした。以上、作官でした。